スレスレガーだー。怪しければ怪しければ、そうそう、いけ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 、墓場人狼開幕。これあれだわ、ちょっと皆さんに共有しよう。今日は怪しいとこはローラーしよう。保留して生き残った人に業を背負わすのはやめよう。いい？スキップも入れるってもう死だからね。スキップ入れることは死だから。その通りだな。強いマインドスター。じゃあ行きますか。はい。わかりました。行こう。スロー。これでスナパイさんインポスターなんて釣られたらおもろいんだけど。怪しいはバッセよ。インポスター確実に上手くなってるわ。うえ、インポスター。よし、まずは停電させて、いや、ゲンさんが向かってるからダメだな。まずはリアクターだな。インポスターの時ね、クルーメイトっぽい議論が結構ちょっとずつできるようになってきてるから、結構強気で相方を釣りをしたりするようになって、キルされるリスクもあるし、なんでだよ。まさに復讐された。はい。はい、すいません。お待たせしました。はい。これ、ストレージの上で死んでて、クロコさんと一緒に発見したんですけど、その前に出会ったのはスナパイさんなんです。うえ。何です？うん。はい。スレスレ！あります？スナパイさんがローラーしようって言ったからね。スナパイさんってどこで出会いました？俺、トタさん見た記憶がない。どこ？あれ、コムズ前。出会ってない。ごめん、俺マップ開いてたから見てないわ。じゃあ大丈夫です。僕もほぼ一緒にいたんで会ってます。それは確実。はい、つつまえ、ナイス、いけいけ、ゴーゴー。途中一回ローラーじゃ、ローラー俺を抜いていって、一回左に抜けた後にこの方向から戻ってきたから、なんでやろと思った気がするんやけど、ごめん、はっきりとは分かってない。おじいちゃんやから。もうちょっと待って、流れの動きに説明するね。ナビゲーションでクロム君とおって、そこに K さん入ってきて、で入れ違いで俺とクロム君が同時に出て、でシールドコミュニケーションとマップ見ながら走ってて、でストレージ入ってそのままエレクトリックコール方向に抜けてんねんけど。あら、じゃあ誰よ。いいですか、梅健。はい。ストレージの上で死んでたんですよね。うん。マシャカリさんがストレージからエレクトリカルというか、まあ、そっちの通路の方行って、その時僕も上通ったんですけど、センターさんの死体はなく、コミュニケーションの方に行ったんで、レポートの 5秒前ぐらいには僕ストレージの上通ってるんで、その時死体はなかったです。梅健さんさ、じゃあ俺見てない？スナパイさん、コミュニケーションの上ですれ違いました。コミュニケーションの上？はい、絶対すれ違いました。ストレージの方に。ちまえつちまえ。これ知らばっくれてるぞ。ちまえつちまえ。スナパイさんが怪しい。スレスレガーだ。怪しければ。そう。そう。いけ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 。あ、スナパイさんお疲れ様です。いやー、すごい綺麗でしたね。ね、僕ね、びっくりした。ああ、びっくりした。びっくりした。こんにちは。殺されたわ。いや、こっちのセリフだわ、それは。ひどくない？今の釣られるんだ。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっとやりすぎた感あったんで、僕も気になって押しに行ったら、Kさんが押してくれた。Kさんミュートだよ。クロムさん、クロムさん、俺らすれ違った後誰？あ、ケイさんミュートで、ミュートですよ。うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとかわいそう感としました。かわいそう。で、そうですね。クロムさん。一つだけ、トータスさんが通報したんですけど、さっき。
あのトータスさんほぼ僕一緒に動いていて、あの、うん、キルで乗ってるレポートはできないですか？絶対できない。絶対できない。あ、じゃあ、はい、メイヤー視点も一個、メイヤー全然あの皆さんと多分違う方向です。僕はメッドベイから、左回りでリアクターの方に行ってたんですね。で、さっき5秒、レポートが鳴る5秒前にはそこで死んでなかったっていう発言があるんだったら、ゲンさんも絶対やれない位置にいると思って、リアクターとロワに位置いちゃったんで、その2人ってことですか？ゲンメイヤーは左ってことですね、うん、了解です。ああ、キヌガーさんアドミン見てたのか？アドミン見てました。だけどリアクターロワ112目が行き過ぎて、ナビゲーションさんとかあったよ、ね、あ、エレクトリカルは今日ですね、面白いね。いやどうやってやろう、いやマジで思い出せない。けど私、メケンさん何、一応念のためにストレージの部屋ないですか？下ないないない。ああ、じゃあやっぱり上のタスクのところ、これ気になさな相方なんじゃないこれ。さあ、一応なんかだからローマがどうこうっていう意思を引き継ぐならば、スナパイさん言わなかったのに、キノさん絶対見えてるよね。そうなると一応やれる可能性あんのって、梅健さん、マシャカリさんってセットで動いてる、ね、あ、セットじゃない、セットじゃないです。マシャカリはストレージからエレクトリカルに行きました。エレクトリカル誰か後ろ行った気がするんだけど、誰だっけ、まあ、俺じゃない、あ、君か。エレクトリカル最後いたんだ、君かって言っちゃった。左回りから行った。待って待って、俺じゃない、やめて、トリオしないで。梅健さんなの？俺の後ろで押したい見つけた。俺見てたのクロモさんやんな。いや、そのまあ、ローラー対象としては梅健さんになるんかなって。これ、まあ、つらなくてはいい。これでもスナッパイさんが報われないから梅健さんついたいな。怪しい。キル5秒。怪しい。嘘、やばい。やめろ、やめろ。おい、ふざけるな。すごい勢いで。ローラー大事。うわ、クルーメイトが滅んでしまえって思ってしまうぐらい。お疲れ様です。そのセリフはやばいぜ。ちょうど聞こえてなかったっす。あ、みんなスピーカーミュートになってましたよ。そうそう、こっちにしか聞こえてなかった。梅健さんさ、うん、俺コミュニケーションですれ違ってないよ。いや、いましたいました。スナーパーさんすれ違う、入り口付近から。違う、梅健さん見て見て。何何？タスクやめてここ見て。今見えてますよ、スナーパーさんの位置。はい、入れてる。ここだよ、これすれ違ったら。そうですそうそう。今大体上じゃないですか。で、梅健さん上からこう来たじゃん。そうそうそう。で、俺下行ってるじゃん。あそこ見てなかった。え、それを見てないから梅健さんだと思ってるんだけど。スナパイさん違うの？そうだよ。ごめんなさい。梅健さん、本当にね、あの、連れとは言ったけど、反論聞くなとは言ってないんだわ。うん、そうなんだ。残念ながら、裏通してこれ、ロラしちゃってるから。ちょっとマジで、やばいんだよね、梅健さん勘弁してくれ、本当に。え、で 俺からしたら、だってこの2人、この人たちが、誰だっけ？墓場人狼、開幕。はい、ごめん、誰かが通り抜けていってんけど誰かわからん。どこですか？リアクターの上なんよ。リアクターの上で俺覚え芸してて、俺の後ろをタスクの時誰かちょちょちょって動いたんだけは見てたんやけど、それが何色かは分かってないです。え、どこに主体があるんですか？リアクターの上、リアクターの中の上の方、ベント近く。今俺リアクターのそこら辺行ったっけ？見えないだけかな、ギリギリ見えなかったのかな。現ストレージ右下です。無理です。面白い。ケースは無理かで、ノリカルで足取って、もう一人誰でしたか？宮さんですか？俺、うん。宮さんも多分 100% 無理だと思う。キヌガもう。ん？じゃあ、トータスさんのセルフじゃない？ただ、トータスさんは1件目が白かった。あと、他の人は。まあ、トータスさんあるけど。多分宮さんは。キヌガワさんはどういう動きしてたんですか？電、あれ、ちょっと待って。エレクトリカルで、エレクトリカルで一緒になったん、K さんと誰でしたっけ？メイヤーさんいて、僕が K さん、メイヤーさん一緒になったから、その後ストレージ方面に抜けてってます。なんでリアクターに？僕も記憶はない。嘘やろ。ま、いなかったよ、キルガーさん。入った時には絶対に死体がなくって、覚え芸してる時に誰かが歩いて普通にリアクターを出ていくのを見て、終わったら、あの、あったんで、まあ、俺のセリフはもうもちろん考えてくれてるんだけど、ちょっと、あの、最終位置を聞きたいかな。エレクトリカル。俺、リアクター入ったんや。ストレージで一緒にいた人誰でしたっけ？ストレージで直前まで一緒にいた人がいた気するんですけど、多分ゲンだと。ゲン、ストレージ右下です。さあ、クロムさん確認できてないです。すみません。僕もその辺にいるはずなんで。
え、たぶん、わかった、トータスさん、俺が来たからセルフしたでしょ。お疑わしきは疑わしきは疑わしきはつる悪ノリがすぎる。いやこればっかりは。ただいなんか。だって俺、メイヤさん見てないから、俺、メイヤさんかクロムさんか。メイヤさんも大丈夫。メイヤさんも大丈夫。俺は見てないよ。俺は見てないけど、まあまあ、いいけど。おまあ、いいんやけど。危な。初めて処刑が来るだけ。さてと。ああ負けたか。いやこれすごい。これサブキルで終わりっすわ。あいつだね。あいつ天才だわ。計算到達さん。まあ、僕は振られたかわかんないけど。あいつ天才だわ。初日村二人釣っちゃってるから。あれだね。あ、スナッパイさん村こんなスキーは罰せよやばいっすね。スナッパイさんとメケさん村あ終わったわ。終わったわ。そういうことです。いや今のキル大胆すぎてうますぎる。やばい。めちゃくちゃうまいです今は。本当天才ですよ。カルさんどこで死んだの？そのリアクター。そうだけどあの本当ちょっとネタバレになるから言わないですけどすごいっすよ。マジで？めちゃくちゃすごいです。まあ、お金あげますね。あ、まあ嘘ですけど。3メモリ。メイヤバグってごめんなさい、投票できないです。それだけ。はい、誰も死んでません。で、ゲンガボタン押しました。ナイスナイスあと3メモリです、あと。3メモリだ。タスク。あかりさん、いいキャラしてるよ。うんうん、あれトータスさんに投票できません、僕は、今日。あけど一郎連れてるでいいですね。もう全然いいと思います。一郎連れてると思うんで。最悪まあ、うん、あの俺釣ってもらってゲーム続いたらそのまんまじゃああの俺が報告したやつはどうやったのか推理してもらってもいいです。うわなんかそれすごいな。いいですねいいですね。ゲンさんとクロムさんがお互い無理っていうなら僕は K さんは絶対無理なので、多分鬼怒川さんあれ梅健さんは無理なんだ。いや、ゲンさんとクロムさん別にお互い確認してるわけじゃないんですよね。ではないです。誰かいた気がするっていうぐらいストレージに。けど僕も確かその辺にいたはずなんで、全然誰かが嘘ついてストレージにいるっていう可能性はあるんで、まあ普通に。トータさんじゃあ、ストレージさん、あのストレージさんじゃない、あの、じゃあ右で見てないから、鬼怒川さんって給油ですか？それだけ。あ、給油かもしれないです。あ、じゃあ、鬼怒川さんす見たのは。あ、給油や、給油や、絶対給油や。給油ですね。給油で見たんです、俺。じゃあ、そうですね。あさんじゃない。じゃあ、メイヤかトータスさんじゃない一緒に動く。いや、ゲンさんが右下にいるかも、正直。ゲンのじゃあ、白証明しておきます。ゲン、まず開幕にストレージ右下にいますっていきなり言いました。もし、アドミン見てる方がいたら、破綻しかねないムーブだと思います。あ、でも、白っすよ。大丈夫っすよ、ゲンさん。このボタン白なんで大丈夫ですか？てか皆さん2人で急であったって言ったら私さらに右にいたわけですからどの道無理だと思いますけど一番源さんが遠いっすよね。そうですというじゃあ僕目線トータスさんしかいないんだけど多分トータスさん放置ってではなくて鶴か一緒に行動させるかどちらかの選択なんですけどどっちいや疑わしきはローラーですよ疑わしきは疑わしきは絶対にローラーだ疑わの時ではねえや投票できないあそっかあ、トータスさんスキップに入れましたよ。じゃあ僕もスキップしとこう。じゃあ俺、まあメイヤーさんと行動するよ。了解です。死にたくないな。え？そうだったのに負ける。これなんでキルが発生しなかったんですか？これ、いや、見てたけど結構みんなバラバラだったんですよ。そうなんだ。全然違うとこにいた、チリジリ。これうまいわ。やらしてくれよ。やらしてくれよ。はい。ごめんね、トータス。はぐれた。言いたいことはぐれた。寂しくなって。僕バグっててあのスタート地点が全然あれ横からじゃなかったから。あ、よかったよかった。そう。今でこうやってついたんです。つい寂しくなって押してしまいました。あの、せっかく時間があるんで、まあ、あの、トータスの線はもう完全に置いた上で、あの、他の線を考えていただけたら、もう僕はそれで満足ございます。了解です。はい。あの、ね、あの、あとアドミンだけなんで、タスクが多分、素晴らしい。アドミン最初行ったら、その後トータスさんついてきます。あ、この議論を潰しちゃうよりは、この議論を優先と。
でいいんじゃないですか。多分ゲンさんほぼ確証だし、メイヤさん僕白自信あるから。うん。俺もゲンさんは白。それもこれも俺が大食いゲー中に色見てなかったの。近くに夢中になってたから。リアクター結構大変ですよね。なんか白く見えてきちゃった。どうしよう。どうしよう。鬼怒川さん本当にやってないのかな。なんか1回目の容疑者にも鬼怒川さん入ってたので。1回目何やったっけ。鬼怒川さんね結構一緒にいた気がするんだけどな。1回目あれですありますよ。サパリさんメキンさんがやってなくて冤罪で死んだ可能性ありますよ。それはもうだって2キルで。うん、あ違う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 インポスターで他の人がここに生きてる人がやってるのにスナパイさんウィケンさんでなんか死んじゃったパターンって言ったりして冤罪死にってやつ冤罪死にの可能性はありますよ全然いやーまあねまあタスク頑張りましょう頑張りましょうガステンの話はねもしこのようにお願いします、ね、頻繁になるからタスク思ったよりも進めなんかそれを知ってると匂わせることとかもやめてもらって頑張るでもそっかキレクールタイムの時間を稼ぐのに押すのが大事なんだよねいいよそういうことなんだよねガステン見てる人はまあ基本的にコメントしないようにお願いします、でも配信なんでじゃあ僕はトータスさんに匂わせごめん全然全然俺もトータスさんに入れちゃった危ねえだ疑わしきは処刑だ疑わしきは処刑だみんなもそうだろう黒川クロムそうだろうなんで太田信長マジで誰もう一郎むず早く終わらせろよもうヒロインだからいやほんともうさっさと殺せろあそう楽しんでるのかねいやほんとにもういやらしいやらしいわいやらしいよタスク全然終わってねこれ誰かちょっとでも怪しいって言った瞬間インポスターが疑わしきはって言ったらもう投票集まっちゃうからいやほんとカテゴリーでここで終わりかこれだね集められてるあーであタスク終わったやったタスク終わったどうしたあれ死んでないな何これ誰しか来てないあれなんだビビってんのかインポスターえ なんで終わんないの早くやれよ待ってないやれるもんなら やれよ俺をやったみたいによなんかバグってんのかいや分かんないですえな誰っていうか片一歩してるけどもう片一歩分かんねえ誰スナパイさん村だって2人派遣者アドミンにいた人だから鬼怒川さんになっちゃうんだけどもう結構な俺はうん、いやごめんね本当にスナパイさん申し訳ないでもマジまあ連れっていう流れを作ったのが俺だからななんか最高ではなかったんですけどでもちょっとかわいそうでしたけどねあれ、うん、いやまあまあ梅健さんを釣るってなったのでちょっとだけ留意下がったけど梅健さんじゃないってんだもんうんでもスナッパーさんでもないですよねじゃあ誰マジでわかんねえあバニーやってるわあバニー用意したなんで終わんないの何事これだからさ、2人で動いてる誰だっけ？トータスさんとKさんが両城だからな。ああ。でも関係なくなんかもう。じゃあ誰が？もうここでパクパクで終わりじゃん。あ本当そうっすよね。うん。もうどこでもいいか送りバイバイで終わりじゃん。分かってないのかな。忘れちゃった。忘れちゃった。例えばだけど、はい、ストレージで目撃し合ってたっていうのが鬼怒川クロムだったからここが2ローと。ああ、じゃあ今絶好のキルタイムじゃないですか。でもにしても殺せる全然殺されない。なんでどうした？レポートを恐れてるのかな。あでもちゃんとエレクトリカルはバニーが死んでますね。もうあれもうスナッパイさんごめんなさいの罪悪感でいっぱいなんだけど。いや本当それっすよ、ね。本当に。だからゲンさんが殺されたことを知らないから相方が殺せるかどうかでもうゲーム終わるかどうか。あゲンさん死んだ？あどこらしい場所はあ、ほんとだほんとだ3人1おまた僕やあれおっと死んでるゲームチェック入りますゲームさん死んでるうんまあタスク僕終わりました一つだけ謝罪していいですかはいタスク終わってないの多分僕ですごめんなさい本当にごめんなさいトータスさんやってないわ多分うんメイヤーさんと一緒にずっとこう目切ってないんでで俺も終わったのを今刺して多分メイヤーさんが押してくれたんでうんうんゲームチェックです
え、じゃあクロムさんか。え、ちなみに下の、アドミン直してくれたのどなたですか。僕です、キヌガです。キヌガさん、上のオーツです。クロムさんが遅れて、うん、クロムさんはメドベ前あたりぐらいから多分一緒にカフェテリアまで。あ、違う違う、リアクターのリアクター前です。リアクター前か、リアクター前ぐらいから一緒にオーツ行ってますよ。うん、そうなの。誰、まあ何にせよみんなタスク終わるの早くないですか。なんかごめんなさい本当に。頑張って。まああと1個2個ですよね。そうですね、多分2個なんですけど、連続のどうこうか僕ちょっとよく分かってなくて、とりあえず働きます。え、トータスさん、ゲンさんと最後すれ違ったのっていつでしたっけ。リアクターらへんでしたっけ。うん、いやと思うんやけどな、なんかその辺でチラッと思ったよね。片時も離れてない、メイヤさんとトータスさんは。ゲンさんはエレクトリカルの番人してて、その後コミュニケーションになって、コミュニケーション来て、その後どっか行ったって感じです。エレクトリカルの前のも見たな。してた、まあ、まあけど、うん、どうせ釣らないんでここ。あんま聞いてなかったよ。頑張りで、うん、頑張ります、頑張ります。やってもらおう。トータスさんもう塩で見ますわ僕。うん、俺もメイヤさんは完全に塩で見る。解消します。はい、仕事を。俺逆にちょっと3連続じゃん、ロムさんも。オッケー。一匹入ってる。釣りの意識強い。怪しかったのに釣んの忘れた。疑わしきは釣る。合コンすな。合コン始まったな。なんで遊んでんの。ちなみに今調べたんですけど、ワンチャンキルボタンバグで押せないんじゃないかと思って、うん、あ、そんなバグあんの。そんなことある。なんか海外であったらしくて今調べたら、でもそれずっとそれだったらもうなんか言うしかなくないだって。いやでもなんかあれならしいんですよ、投票とかになったら解消されるらしいんですよ。え、何何何、終わった。あれ、なんだ、誰やったねー。誰インポスター、誰インポスター。クロムじゃない。誰、いや、クロムは分かってるけど、誰、もう一人誰、キノガワさん、え、誰、なんだ、え、誰、え、誰、何、スナパイさんじゃん。スナパイさんじゃん。え、ね、スナパイさんじゃん。そういうのよくないってマジで。え、なんで嘘つくの。もうーどういうこと。墓場人狼してた、墓場人狼してた、墓場人狼してた。正解でね、まあ、僕が殺したセンター以外は僕がインポスターってわからないじゃないですか。マジで。あ、なるほど、ね。俺センターの協力して来る人全員騙しました。参加者と視聴者全員に土下座する気満々でしたよ、もう。いや、ほんと。やっちまったわと思って。累戦ノックされてたからもう。インポスターなんだろう。マジで。何してんだろう。だから、もしね、発信の視点を見てない人とかがね、梅健さんやマシャカリさんの視点を見てる人がいて、スナッパーさん違うのやばーやばーみたいに思ってる人がいたら僕の指定やったり。マジで。いや、ずっと申し訳なかったもん。いや、怖っ。別にね、墓場で人狼しちゃいけないルールは別にないですからね。そういう楽しみ方もあるのか。いや、マジ油断。いや、それはよくない。墓場でも人狼させてくれるんか。ネタバレ。ごめんね、クロー君。クロー君には本当に申し訳ないんだけど。神ゲーすぎる。霊界では勝ったよ。なんか最初のスナパイさんをなんか俺殺した自覚あって、疑い引きはーって言った瞬間になんかスナパイさんにガッと入って消してやばって。本当に全員クロムさんが殺してるよ。実質そうだから今ほぼ死んだ人は俺の前にだから、これ疑わしきはっていうのはローラー殺せるなと思って疑わしきはって、トーザスさん殺そうと思ったんですけど、トーザスさんに入らなくて2票しか俺しか言ってなかったな。てかクロム君、俺のキル上手すぎん。あ、どうでもいい。リアクターのリアクターの左上で殺して、トータスさんが作業してるのに全部素通りして逃げてったから、こいつどういう心臓しとんやと思って。終わった。もうその時点で俺はもう諦めたんですよ、トータスさんが来た時点で諦めたんだ。もういや、これあ終わったなと思って、あ、これトータスさんに見つかって俺だけど今更左に戻るわけはいかねえ、来たって言ったら、あれレポされねえな、いけるぞこれはと思って。それ目線全然余裕でトータスさんだったもん。それでストレージまで来たってことですか。そうそう、ストレージまで行って、そういうことか、ストレージまで行って、エレクトリカルまで行って、時間がめちゃめちゃあって、あれレポされねえってことは、これトータスさんに濡れるぞと思って。いや、だからこいつ天才だと思ったもん。すげえ。すごいな。もうだって初手で死んでるんで、まあ半ば、あ、でもマシャカリさんが左に来たからこれを殺せるなと思ったけど、あ、来ちゃった、トータスさん終わったと思った。ちょっと何だ、ゲームしたわ。マジで勝った気がしない。危ない。申し訳ない。ごめんなさい。スナパイさんが疑わしきは釣ろうって言って、真っ先に自分が釣られる。いやー、壮大な伏線回収だった。
全然いいよ。あの、すぐ回収でしたって言ってね。楽しかった、マジで。いや、これ難かったわ。めちゃくちゃ笑いましたもん。絶対殺しました、俺が。普段から。俺が一言で殺しました、サバイさん、絶対。しちゃいました。やっぱりタスクしてる時も色まで見やなあかんな。誰か通ったわっていうだけやったら。ああ、そうか。見てたのか。いや、でもしょうがないですよ。取り戻すのに必死やったわ。でももう命を捨てでもとりあえず俺以外を疑ってくれって言うしかなかった。いや、あの天命にまさか釣られねえとはな。いや、でもめっちゃ白かったですけどね。もう自分疑ってくれてもいいけど、そうそう、もうその代わり他の人の可能性考えてみて、うん、めちゃくちゃいい。そうだったから。太鼓市だったら、ペヤさんですらトータスさん白く見えてきたってまで言わせてるわけですから、ね、白く見えてきちゃって、うん、でも投票はしたけど。すごいわ、今のは。かっこよかったわ、うん。だから、クロム君もよく踏ん張ったし、うんうん、ラビットもみんな、あの、クルメイト頑張ったなっていう感じで。うん、あと一人やろう。で、前回も僕頑張ったんで、そうそう、本当に。頑張りすぎだよ、もう。あの、あらすじとか文字で見たらいい試合ねんけど、実際は疑わしきわーって殺してるから、よくわからない。俺がずっと疑わしきわーって言った人が全員死ぬってだけのゲームだった。しかも、墓場で陣やられるから困ったわ、めちゃくちゃ。しかも、スラパイさん嘘ついて、村人俺2人、自分含めて2人殺してるのもんだから、なんか、みんなが、もう2人いるなら、はい、終わらせろよ、終わらえ、終われとか言ってる中、僕も、終われよ、何やってんだよとか言いながら、心の中で、やめて、まだ終わんないで、終わんないで、やめて。怖いから。スナパイさん村の現、スナパイさん村の現実をまだみんなに見てほしくないと思って。いや、あれはね、あの、殺されたセンタンがスナパイに殺されてるの分かってるから、センタンがあのスナパイに殺されてないっていうそのフォローがあってこそ成立しているんだ。そうそうそう。何その共犯者みたいな感じで、まるで共犯者みたいな言い方やめてください。いや、あのね、梅健さんがローラーで釣られた後、センタンが真っ先にこれ。狼に残ってますよ、どうしますって先輩9人ですか言ってくれました悪いやつ僕バグ調べましたからね、これバグちゃうかと思ってあ本当に調べたキルボタン押せないからダブルキルじゃないんじゃないみたいな めっちゃ信じちゃったっすね、うん、バグかこれなんで終わらねえんだと思ったあの疑わしきわで釣られたちょっと腹いせですよこれはこれは仕方ないでしょ、もういない、でもやっぱ強いっすね、疑わしい人は釣るのがでしょ、うん、釣るのは強いわ、釣ろ釣ろ俺はもう許せない、フラ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 